はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ビサージュの続きをプレイしていきたいと思います。前回はいろいろと分かったというか、まずドロレスは、まあ、育児ですね。育児の関係でいろいろと精神的におかしくなっていって、で、旦那さんもそれに、まあ、いろいろと、なんとかしようとは、していたみたいですけどね。で、結局、奥さんに殺されたのかな。まあ、家電が喋っていたことなんで、真実はどうかわからないですけどね。家電たちが、そう喋ってましたね。ババアが旦那を殺したって言ってたんで。で、そのババアからお茶を取ってこいって言われたんで、取りに行きますか。ババア、あなたのお茶を、ちょっと明るいところに。あれ、こっち何だったかな。あ、これあれだ。そうそう、時計の、ちょっと待って、明るいところに。あ、こっち行ってないですね。先にこっち行ってみようかな。何ですかね。あ、待って、簡単に。壊れない。早く、早く、あはい、わかりました。早く行って床を壊せと。あれ、ろうそくなくなってる。ダッシュで行って、足遅い。あれ、来ない？あ、来た。
壊れないよ。なんか吊るされてるな。何かいろいろ吊るされてますね。これは特に何かが描かれているのではないようだ。ろうそくライター。ちょっとこれ。不気味な死。永遠に続く夢の中をぐるぐる回り、曇った視界に二つの顔を持つ月が、無邪気に眠る横には罪ある影。なんだろう。まあ確実に何かしら意味があるんだろうけど、これは影、死にありましたね影。罪ある影、これをなんかしないといけないのか。蝶が描かれている絵。これは月。これも確かなんか詩の中に、曇った視界に二つの顔を持つ月。なんか口が回らないな。なんか上に行ける。これは目かな？目が描かれている絵。これは特に関係ない。これも関係ない。人間の頭蓋骨、なんだ？とりあえず上に行ってみて。クランクだ。クランクが必要な。あ、これクランク。お、機械式のクランクを見つけた。とりあえず動かしてみようか。じゃあ、上が開いてスポットライトが、なるほど。さっきの詩だ。
曇った視界に二つの顔を持つ月。無邪気に眠る横には罪ある影。じゃあまず、なんだ、どれだ？影と月。影が、これだったっけ？うん。影と月が、これだ。これ戻せる？あ、忘れちゃったら場所。これだ。ここが影ですね。で、月が影で、ここ蝶々だっけ？ここじゃないかな。で、二つの目を持つ。あ、違う違う違う。うん。曇った視界に二つの顔を持つ月。どれだ？これかな。月の隣。ちょっとライターとろうそくを取って、これですね。ライターが空になる？ん？どっちのだ？これが空になのか、俺が今持ってるのが空になのか。ブレーカーが落ちたかもしれない。
ああ、で、ここに戻って、ああ、でもちょうど、うまい具合に、あ、なんだ、保存している？なんで？これで、え、何のための部屋だったんだろう。あ、でもクランク取ったのか。あ、じゃああそこ行ける、ショットガンの場所。ここですね。血みどろのナイフを見つけた。これは。お父さんかな、旦那さん、死後硬直で握ったまま取れないアイテムがあるんだけど、あ、違う、こっち側から戻れないか。ナイフで何？指を切り落とすとか？そんな、まさか。保存しています。ということは、行ってない場所。まず、また戻らないといけないですね。
ろうそくが浮いてる。わお。で、こっちですね。うん。これ何？ナイフをここに刺せっていうこともしかして。ショックで生き返ったりし、あ、うわ、そこに、うわ、なんか起き上がりそうで怖い。手が開いて、はあ、小さな鍵、 I love you。 めっちゃ怖いんだけど、そこかな。閉めておこう。あ、おもちゃだ。クモのおもちゃとカセットテープ。あ、点滴袋が。この点滴袋は一体、開かない。待った、気のせい、気のせいだね。なんか立ってたような気もしなくもないが、そして死体がなくなってる。え、これから何？夫婦揃って襲ってくるとか、そういう感じになっちゃう。はーい、まずおもちゃをはめて、ほう、さあこれは一体何なんだろう結局。あと、いやまだ結構あるよ。1、2、あと3つ。
で、カセットテープを I fear that Dolores is getting worse by the day. Her temperaments are extremely bipolar. 彼女の機嫌は極端に。She gets easily upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still. 彼女の感情に爆発するのが難しくなってきた。overcome her condition. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic hook? 屋根裏部屋の、あ、これ割と初めに取らなきゃいけなかったテープかな。で、アイテムを保管。よし。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。